伊勢高は、兵庫県三田市出身の元プロ野球選手、野球指導者、野球解説者。愛称は、伊勢大名人、お伊勢さん。三田学園高校では、同期に、俳優の渡瀬恒彦、2年上には、釧路義明がいた。卒業後の1963年に、近鉄バファーローズに投手として入団したが、1966年に、野市転校し、 一軍初出場は5年目の1967年であった。1969年には、故障の多いジムタイルに代わり一類種の定位置を獲得、主に5番打者として起用され16本塁打を放つ。1971年には、自己最多となる28本塁打を記録。1972年には、初の規定打席に達する。その勝負強い打撃と、苗字から、 上記の愛称で呼ばれた。1974年には、クラレンス・ジョーンズが遺跡入団し、ポジションを譲るが、その後も、準レギュラーとして活躍。1977年に、マスカワ・ミツリクとの交換トレードでヤクルトスワローズに、遺跡、主に代打として起用される。1978年には、大杉カツオの控え一塁主として、リーグ初優勝に貢献。 7月10日の読売ジャイアンツとの対戦では1回に、鈴木幸次郎の死休をめぐり両チームの選手が大乱闘を演じ、その後顔面に自打球を受けた大杉に代わり途中出場するが、堀内恒夫から死休を受けた以上、救急車で病院に搬送され一時は、騒然となる。同年の日本シリーズでも2試合に代打として起用され、第4戦では9回表に逆転勝ちのきっかけとなる。 内野安打を放った。1980年限りで現役引退。引退後は、ヤクルト、広島、フルス近鉄、オリックス、巨人、SK でコーチフロントを歴任。ヤクルトコーチ2期目には、野村克也監督の下で3度のリーグ優勝と2度の日本一近鉄コーチ時代には2001年のリーグ優勝に貢献。巨人には、 ヤクルト時代に培ったデータ分析の腕を買われて入団し、大打満塁本塁打を打った矢野賢治に配球を学ばせていた。また、不調であった李性用に壊れ特製の伊勢ノートを作ったが、通訳が韓国語に訳そうと自宅に持ち帰った際に紛失されてしまったという。2007年には、全12球団最低のチーム打率をトップに、 押し上げるなど、5年ぶりのリーグ制覇に大きく貢献したが、チームのコーチ陣の若返りという方針のもとに、10月22日、内田純三とともに契約解除された。対談後、純粋に打撃コーチとしての腕のみを期待されての入団であり、当初期待されていたと思われたアイディア球が軽視されていたことを不満に漏らしている。その一方で、クライマックスシリーズの 先発読み違え事件がマスコミの誤報であったと主張し、首脳陣やりに失った激励を送っている。ヤクルトのコーチに就任する大田隆の公認として就任した SK でも2008年の2年連続公式戦優勝と韓国シリーズ優勝に貢献したが、2009年7月に打線の不振によりに軍総合コーチの翔太構造と、 交代し、二軍に配置転換となりシーズン終了まで、同コーチを務めた。2010年から、1ブプロ野球中継解説者、東京スポーツ評論家に就任したが、5月23日からは、評論活動と並行しつつ、打撃アドバイザーとして三度目のヤクルト復帰。打撃陣を立て直すべく、最初は、関東地区限定で二軍を含めて担当し、八月一日から、 正式に一二軍を巡回する打撃コーチに就任。2011年からは一軍総合コーチを務め、2年連続 A クラス入りに貢献。2015年9月27日に契約満了に伴い対談が発表された。対談後の2016年からは、大阪観光大学ベースボールアドバイザーを務める。一方、松竹芸能とマネジメント契約を結び、野球解説者、 評論家としても活動している。安打数に対する本類打率が高く、1969年は73安打中16本類打、1971年には84安打中28本類打を記録している。このことが上記のあだ名がつけられるきっかけとなっている。1971年10月3日の台南海ホークス戦では3打席連続本類打も、 記録している。近鉄在籍時の1969年5月18日、対阪急ブレーブス戦で、ジムタイルが本塁打を放ったが、両足に故障を抱えていた、ジムタイルが一塁に到達する前に肉離れを起こしてしまい、審判団が走行困難とみて、ダイソーの起用を認めた。そのダイソーに、伊勢が起用され、伊勢がベンチから打席に向かい、 そこからダイヤモンドを一周した。その結果、本塁打、打点は、ジムタイルに記録されるものの伊勢に得点1が、記録された。本塁打のソーが認められた、日本プロ野球第一号選手である。広島コーチ時代の1987年5月2日、第中日戦で乱闘騒ぎとなった際に、中日監督の星野千一ともども退場処分を、受けた。 外国人選手のプライドを傷つけずに、かつ的確な指導をする。ヤクルトコーチ時代の1992年、前半戦に、スランプに陥ったジャック・ハウェルを、オールスターゲーム期間中に、突きっきりで指導して後半戦の大爆発につなげたり、近鉄コーチ時代は、タフィーローズや、フィル・クラークに打撃に関して、的確な指導をしていた。そのローズからは、日本のお父さんと慕われ、 伊勢のコーチ退任後も、ローズが不審に陥れば、伊勢に指導を行うこともあった。またクラークも引退後コーチになり、指導する際に、伊勢から教わったことをもとに指導しているという、ありがとうございます。